こんにちは、管理栄養士泉です。今日は待ちに待ったハンバーグの冷凍弁当を平日5日分紹介します。これから紹介するお弁当は丸ごと冷凍できるし、朝は冷凍庫から持っていくだけの楽ちん弁当です。ハンバーグは普通に作ると卵を使うと思うのですが、今回卵は使いません。なぜなら高いからです。このハンバーグ弁当はご飯はオートミールと豆腐だし、トマトソースもトマト缶からの手作りだし、肉種には豆腐を混ぜているのでかさ増しヘルシー弁当です。動画の最後でタッパーの洗い方についてもご説明させていただきますので、ぜひこの動画を最後までご覧ください。今回もお弁当を詰める容器はジップロックコンテナーの 480ml です。材料を調達します。しめじ、玉ねぎ、豆腐、ブロッコリー。ブロッコリーはこんなに使わないんですけど、一株買った方が安かったので丸で買っちゃいました。あとはトマト缶と合いびき肉です。合計金額はちょっと高めの893円でした。ハンバーグだから許して。しめじは石突きを切り落としほぐしておきます。玉ねぎをみじん切りにします。今回は玉ねぎを飴玉にします。ハンバーグに豆腐を入れているので、玉ねぎをそのまま入れてしまうと水分量が多くなりすぎてしまいます。飴玉にすることによって玉ねぎの水分量も少なくしつつ、ハンバーグにコクを出していきます。飴玉って時間がかかるんじゃないのと思われがちですが、時短で作る方法も後ほど紹介させていただきます。ブロッコリーはよく洗い、水気を切っておきます。お弁当箱に入る大きさにしましょう。ブロッコリーは茹でずにそのまま入れます。茹でたブロッコリーを入れてしまうと柔らかくなりすぎてしまうので、そのままの状態で入れます。はい、早速玉ねぎを飴玉にしていきます。フライパンに油をたっぷりめに入れて、玉ねぎと塩を入れて中火で炒めます。私のフライパンは性質上強火にはできないんですけど、強火にできる方は強火で炒めてください。炒めてる間はあまり動かさず、周りが焦げてくるまで静かに待ちます。周りが焦げついてきたらかき混ぜます。そしたらまた平らにして、この状態でまた待ちます。途中焦げそうになってしまったら水を足して調整してください。飴玉って弱火でじっくり手を動かし続けて作るイメージがありますが、そうやって作ってると焦げてしまうリスクは減りますが、時間がすごくかかっちゃうんですよね。できるだけ早く水分を抜いて、玉ねぎを焦がすっていう作業なので、塩を入れて強火で炒めるのが正解なんです。もし途中で飴玉が焦げてしまったり、フライパンが焦げついてしまった場合は、少量の水を入れて焦げを削ぎ落としてください。難しいんですけど、焦げと旨味って紙一重なんですよね。判断が難しいかもしれないんですけど、明らかに真っ黒に焦げついてない限りは使って大丈夫です。はい、これで完成です。ボウルに合いびき肉、豆腐、玉ねぎ、塩、胡椒、ナツメグを入れてよく混ぜます。この中におからパウダーを入れて粘り気が出るまで混ぜます。パン粉ではなくおから粉を使うことによって、糖質量は抑えつつタンパク質を摂取します。卵を入れていないので生地がもろく割れやすくなっています。手袋が使いづらくなるぐらいまで粘り気が出てきたら肉種の完成です。はい、これを5個に分けていきます。1個が 120g 程度です。解凍するときに加熱ムラが出ないように、高さがない広めのハンバーグにしたいのですが、私の使ってるフライパンが 26cm なので、これ以上大きくすると入らないんですよね。大きいフライパンがある方はもっと広く薄く肉種を作ってください。油を入れてハンバーグを焼きます。ハンバーグは焼きムラを防ぐために真ん中をくぼませます。2分程度焼いて焼き目をつけたら、ひっくり返して反対側も焼き目をつけます。両面に焼き目をつけたら、トマト缶、しめじを入れて、この状態で蓋をして5分煮ます。はい、5分経ちました。ハンバーグだけ取り出して、トマトソースの中に醤油、塩、胡椒、あればオレガノやバジルなどを入れても美味しいです。ソースの水分量はこれぐらいです。はい、この状態で一回味を見てみます。酸っぱ、やば酸っぱ。ラカントをね、入れ忘れていました。ラカント小さじ2を入れたら完成です。
オートミールご飯を作ります。使うオートミールは粒の食感がしっかりしているロールドオーツがおすすめです。ボウルにオートミール 200g と木綿豆腐 400g を入れて、豆腐の形が崩れるまで混ぜ合わせます。トマトソースがたっぷりあるので、オートミール豆腐ご飯はプレーンのままで完成させたんですけど、塩とブラックペッパーで軽く味をつけた方がいいです。詳しくは食べ方のポイントでご説明させていただきます。具材が揃ったので容器に詰めていきます。オートミールご飯を詰めます。1人前が 120g 程度です。平らに詰めていきます。ハンバーグを乗せてソースもかけます。ブロッコリーを入れて、ブロッコリーに味がないので気になる方は塩やマヨネーズも一緒に入れておきましょう。パセリをかけたら完成です。しっかり冷ましたら蓋をして冷凍庫に保管します。冷凍庫に入れておくとこんな感じにカチカチに凍ります。保存期間は2週間程度です。乾燥が進み味は落ちますが、1ヶ月後でも食べられます。食べるときは蓋をずらしてかぶせ、電子レンジに入れて600ワットで6分加熱します。会社に持っていくときは凍ったまま持って行って食べるときに加熱しましょう。はい、いただきます。加熱後は加熱ムラがあるので、混ぜれるところは混ぜ合わせておきます。ハンバーグは割ってみて冷たかったら追加で加熱をしてください。今回6分加熱したんですけど、もっと高さが薄くて広くハンバーグが作れた方は5分でも大丈夫かなと思います。今回はこのオートミールを使ったんですけど、最初は柔らかそうだなって思ったんですけど、もちもちしてていつもとは違った美味しさです。とはいえこれトマトソースがかかってるとはいえ、このまま単品で食べるのはナッシング。ハンバーグと一緒に食べてください。ハンバーグはね、しっかりハンバーグです。卵を使ってないんですけど、崩れることもないし、しっかりしてます。豆腐感も全然なくて普通に美味しいです。夫にも何も言わずに食べさせたんですけど、普通にね、美味しいって言って食べてました。まあね、もしかしたら美味しいって言わないと私が不機嫌になっちゃうので言ってくれただけかもしれませんけど、ただ煮込みハンバーグにしてるから気にならないって感じなので、普通にケチャップを軽くかける程度だと気になってしまうかもしれないです。このレシピで鶏ひき肉に変えてしまうとあっさりしすぎてしまうので、今回は合いびき肉を使ってください。ブロッコリーの硬さはちょうどいいです。味はつけていないんですけど、味のない素のブロッコリーの味にも慣れてきました。このご飯がね、やっぱり気になりますね。オートミールが苦手な方はハンバーグと一緒に食べないとかなり危ないです。ハンバーグが美味しすぎるからってパクパク単品でいかないようにしてください。ブラックペッパーや塩をかけたらいい感じになった気がします。最後の方はハンバーグを崩して混ぜて、ひき肉ご飯みたいな感じで食べた方が最後まで美味しく食べられます。ハンバーグが美味しすぎただけにご飯がちょっと残念になってしまったので、次回違うソースでハンバーグを作る時までには改善したいと思います。お弁当一つの糖質量は 31g、 タンパク質は 28g、 野菜はトマト缶まで合わせると1日に必要な野菜量の3分の1以上の 170g も取れちゃいます。野菜もタンパク質もしっかり摂れて、昼ご飯だけではなく夕ご飯でもおすすめです。ぜひ作ってみてください。電子レンジが職場にない方への案内です。ご飯とおかずは別の容器に詰めて冷凍庫で保管します。ブロッコリーはあらかじめ茹でておきましょう。別の容器でわざわざ保管しているのは2つ理由があります。半解凍にしやすくするためと、お弁当を解凍しやすくするためです。朝に少し加熱して半解凍にするのですが、一つの容器にまとめて入れてしまうと、お昼ご飯に食べれる状態まで半解凍するとなると、下は熱いけど上はカチカチという状態になってしまいます。この状態は食中毒の危険も高いし、オートミールが固まってしまう可能性も高いので最悪です。なのでめんどくさくても別の容器で分けましょう。持っていく前にご飯の方は600ワットで1分加熱します。まだ全体的に凍っている状態です。おかずの方は600ワットで2分加熱します。こちらも下の方は若干熱くなっているけど凍っている状態です。あとはいつも通り保冷バッグに入れて持っていけば OK です。4時間経ったのですが、食べれる状態になっていました。冷たいけど普通に美味しいです。オートミールご飯はいや、なし、単品は絶対になしです。1分ほど加熱してきました。ご飯単品はきつくて食べられないので、ハンバーグを乗っけて食べたいと思います。
やっぱりあったかい方が美味しいですね。冷たいと余計にご飯側に味がないと厳しく感じるので、オートミールご飯を作るときに塩とブラックペッパーを入れた方がいいです。万が一入れ忘れても後入れでも大丈夫です。塩とブラックペッパーを入れることによっていきなりケチャップライスっぽくなってオートミール感が消えます。何度も言ってて申し訳ないんですけど、この方法でも食べられるのですが、やはり食中毒のことを考えると、そのまま持って行って食べる直前にレンチン解凍が一番安心です。いつもお弁当を作っていただきありがとうございます。タッパーの洗い方についてご質問いただくことが多かったので、洗い方についてご紹介したいと思います。ただ洗い方を紹介させてはいただきますが、完全に汚れが落ちるわけではありません。消耗品なので、そこはご了承いただければなと思います。私は液体の洗剤と泡の出る洗剤を併用していて、基本は液体洗剤で洗っています。このボトル詰め替えで使ってるんですけど、3年以上使ってるからめちゃめちゃ年季入ってますね。これ紹介していいのかな、恥ずかしいな。そうで、この液体洗剤で普通に洗っていますが、プルコギやカレーなど色が強いものを落とすときは、軽くすすいだ後泡の出る洗剤で5分程度つけ置きしてから洗っています。割と新しめのタッパーだったらこの方法で汚れが落ちるのですが、古いタッパーだと落ちなくなってきます。その際は匂いは漂白剤で、汚れは重曹で落としています。漂白剤は吹きかけて5分から10分程度つけ置きして洗い流せば OK です。台布巾がめっちゃ汚いので、ついでにつけておきます。はい、10分経ったので流していきます。軽くスポンジで洗います。タッパーの汚れは薄く残ってしまっているけど、ぬめりや匂いは完全に落ちています。ザ漂白剤の匂いです。重曹を底が隠れるくらい薄くタッパーに入れて、水を 7、8割まで入れます。これを電子レンジで600ワットで5分加熱します。その後冷めるまで10分程度そのまま置いておきます。結構ね、庫内に水滴が出るんですよ。冷めたらそのままレンジを掃除します。レンジはかなり汚れが落ちました。タッパーの方は軽く洗ってすすぎます。最初よりは汚れが落ちましたが、新品同様ってわけにはやっぱりいかないです。この重曹水でガス台やキッチン周りもきれいにできるので、余力がある方は掃除しちゃってください。私はちょっと余力がなくてそのまま捨てちゃいました。すみません。この動画が誰かのお役に立ったら嬉しいです。チャンネル登録、グッドボタン、コメントをいただけると励みになります。これからも太らないレシピを配信していきたいと思います。